はい、皆さんこんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、またまた創価学会の第一線末端の組織で行われている驚くべき、その恐るべき洗脳指導の実態の検証でございます。これはですね、前々からですね取り上げておりますが、かつて、創価学会の幹部をやっていらっしゃった方が、創価学会をお辞めになってですね、そしてその後に、その末端の創価学会の組織では、こういう洗脳指導が行われてますよということを暴露をなさったわけですね。はい。で、それを検証していこうと、こういうことでございます。で、この暴露なんですが、非常に長いんで、もう何回かに分けて検証をしておる次第でございまして、今回はその4回目でございますね。はい。で、前回からの続きの部分をですね、ちょっと検証してみたいと思います。ちょっとね、字が細かいんですよ。で、ちょっとメガネを取って読んでみますね。はい。はい、こんなことが書いてあります。わかりました。何も考えずに人生の師匠である池田先生の指導を読んで皆さんと共に戦っていきますと。よし。じゃあまずは政教新聞を5部取ることにしようね。政教新聞は1部1934円だから5部で毎月9670円ね。よかったら政教新聞の配達と集金もさせていただけるのよ。この池田先生のお手紙を同志の家に届けるという尊い修行は、無冠の友と池田先生が名付けていただいていて、これは誰にでもできることではないから、一番功徳があると言われているの。どう？あなたやってみない？え？いいんですか？入ったばかりの私でもそんなに功徳をいただいてもいいのでしょうか？ほら、また自分で考えてる。創価でやれることはみんな功徳と復縁がもらえるんだから、いろいろ考えないでやらせていただくという気持ちが大切なの。それが新人で受け止めるということよ。わかる？でもその代わり、ちょっとでも自分で考えて創価学会に疑問を感じたりするものなら、功徳も復縁もたちまち消えてしまって、場合によっては地獄に落ちるの。地獄といっても死んでから行くような鬼がいたり、灰の山があるところじゃなくて、今生きている時に感じる自分ではどうにもならない無限の生命の苦しみのことを地獄って言うのよ。恐ろしいよね。だから何があっても創価を疑うようなことがあってはならないのよ。私も創価を疑ったり、脱会してとんでもない目に遭って不幸になった体験者を何人も知っている。そうならないためにも、まずは毎日の権行正体を欠かしてはならないの。なんか怖いですね。それじゃあ初めからこの信心をしない方がいいんじゃないですか。毎月9670円も払って、年末には何十万円も振り込まなくちゃいけないんですか。いけないんでしょ。公明党の票をお願いしてもらったら変な目で見られて友人からも縁を切られるし、って書いてあるんですよね。ちょっとここで、一旦止めてみたいと思いますね。はい。で、問題箇所をちょっと検証してみたいと思いますね。はい。で、この指導してるのは地区婦人部長なんですよね。はい。で、まずね、こんなことを言ってますよね。よし、じゃあまずは政教新聞を5部取ることにしようね。1部1934円だから、5部で毎月9670円ねと。五部、政教新聞を五部取ることを、もうほとんど強制に近い形で指導してるわけですよね。はい。で、これは前々からこの動画サイトで問題にしてきてましたよね。もう複数部の政教新聞を一般の末端の会員に取らせているというふうに問題を提起したら、創価学会員からですね、いや、あれは任意でみんな取ってるんだっていうふうに言っていたんですよ。はい。ところが、この内部告発によればですね、なんとなんとですね、その地区婦人部長が、五部取れというふうに指導してるんですよ。まさにこれちょっととんでもない指導ですよね。
はい。で、そういうことを追求されたら、いや、みんな任意で取ってるんだっていう、こう、嘘をつく。いやー、この創価学会の体質っていうのは、本当に私はひどいと思いますね。はい。どうでしょうか。こんな団体が、宗教法人として、優遇措置を受けてですね、もう、所得も何も 優遇税制で、非課税とかですね、免税特権を持ってると、とんでもない話だと思いますよね。はい。逆でしょうね。もうこういうことをやってる宗教こそですね、カルト宗教として否定すべきじゃないかなと私は思うんですけどね。はい。ご覧の方はどのようにお感じになられましたでしょうか。はい。はい。だから、機関紙を取りなさいというふうに言うんであれば、もう一部だよね、はっきり言って。じゃあ、あとの4部は何のために取るんですか、これ。それを何にも納得できる指導をしてないわけですよね。それで、功徳があるとかなんとかっつって、取ると。で、じゃあそんなことどこにね、日蓮の遺文のどこに書いてあるんですか？政教新聞5部取ったらなんで功徳があるんですか？ね。そういう指導何もして、だってそんなの書いてあるわけないんですよね。で、そういう、日蓮の遺文にも何にも書いてないことを平気でそうやって功徳だ、福運だとか言って、指導してるわけですよね。この指導性っていうのは、私は大問題だと私は思います。はい。さらに、こんなこと言ってましたね。創価学会でやられることはみんな功徳と福運がもらえるんだから、いろいろ考えないでやらせていただくという気持ちが大切になるというふうに言ってるわけですよ。もう何でもね、もうやらせていただくんだから文句を言うなと。何も考えるなと。言われた通りやってればいいんだって、もうなんでやれ、政教新聞かい？財務はもう何口もやれ。もう、とにかく金を、要するに吸い上げようとする。いやー、こんな団体がね、もう今現在、ね、現代社会、現代日本にあるということだけで私は、本当に、それは恐ろしいと私は思います。はい。これでいいんでしょうかね。で、この創価学会のことをなんか礼賛してる、なんか今評論家が何人もいますけど、こういう実態を知ってるんですかね。でも、なんか、創価学会の機関紙とかね、なんかコメントの、なんか、公式チャンネルに出てきてですね、もう、創価学会、公明党を絶賛してるジャーナリストとかいるわけですよ。一体、これ、日本の評論家とかね、マスコミって一体どうなっちゃったんだろうっていう話なんか思います。はい。はい、続きましてですね、こんなことを言ってましたね。ちょっとでも自分で考えて創価学会に疑問を感じたりしようものなら、功徳も福運もたちまち消えてしまって地獄に落ちるの。今生きてる時に感じる自分ではどうにもならない無限の生命の苦しみのことを地獄って言うのよ。恐ろしいよね、って言って、もう要するにもう、なんか、これはなんか言うこと聞かなさそうだと思ったら、こう、地獄に落ちるぞとか言って、地獄論を出す。わけですね。はい。もう、こういう地獄でもう人を脅かして、人間を従わせようという、こういう体質っていうのは、もう昔から変わりませんね。もう今に続いてますね。だから前に私のところにもね、お前無間地獄に落ちるぞなんてメールを送ってきた人間がいましたよね。はい。で、それと全く同じです。はい。とにかくもう無間地獄に落ちると、無間地獄に落ちるとなんて言って、もう人間を従わせようとする、とんでもない体質ですね。ちなみに創価学会を批判しても無間地獄には全く落ちません。創価学会をはじめとするこの日蓮召集系の地獄論とかね、バチ論というのは全くの嘘っぱちです。はい。それははっきりと申し上げておきたいと思います。はい。はい。続きまして、こんなこと言ってましたね。だから何があっても創価学会を疑うようなことがあってはならないのよ。私も創価学会を疑ったり、脱会してとんでもない目にあって不幸になった体験者を何人も知っている。
そうならないためにも、まずは毎日の権儀を総代を欠かしてはならないの、と言って、なんかその創価学科を辞めたらですね、その、なんか不幸になるとか言って、いや、そんな不幸になった人知ってますよ、なんて。これも、もう常套手段。昔から変わらないです。こんなことをね、もう言い続けてるんですよ。はい。で、知らない人は、あ、そうなのかななんて、なんか思ってしまう人がいるみたいなんですけどね。そんなね、創価学会やめて不幸になった人フジモンに執着軍団にそういう人いるかもしれないよね。あと、日元少子に入っちゃった人検証会に入っちゃった。なんか、カルトサーフィンしちゃってる、その中にはなんかそんな人いるかもしれないけども、パシッともう縁切っちゃってですね、そういうカルト宗教ともう縁を切ったという人の中にはですね、そんな人を私聞いたことないですね。はい。だから、そういうね、もう、洗脳と金箔で、その、地獄とかですね、そういうことを解いて、不幸だなの、地獄だのということを解いてですね、もう人をがんじがらみしてしまうという、そういうことなんでしょうけれども、まあ、こういうものをですね、信用 しない方が私はいいと思いますよね。はい。まあ、こういう恐るべき体質、恐るべきその洗脳指導っていうのはですね、まあ、私は大問題だと思います。はい。というところで、今回の検証はここで一旦締めてみたいと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。